ガンダム G のレコンギスタのクリムニックに対するネットの反応を紹介します。ガンダム G レコのクリムとかいう天才で高慢ではあるのに宇宙世紀の某天才と違い、嫌味がなくやたらと好感度の高い男。白っ子に似た言動をしてたけど、白っ子みたいな末路にならなかったのはワルダ国の才能は欠片もなかったからかな。白っ子に似てたかな。天才にはそういう白暗さみたいなものを感じないな。自称する天才なとこ？まあ自称どころじゃないんだけど。映画版の追加シーンだと、子供が生まれたら家族で船旅に出て、広い世界のいろいろな国や人々と触れ合わせたいと思ってるという心情が語られてる。息子を戦士扱いしてまで戦争継続しようとした親父を反面教師にして、家族と一緒に世界旅行行くよって大人になった感じ。俺は天才だっていう自己認識だけじゃないかな、同じなの。白っ子みたいな役割やってるのはクンパ大佐だね。白っ子はこんな爽やかじゃない。マジで白っ子っぽさ感じたことなかったわ。まずぶっちゃけ白っ子がよくわからない。女に囲まれて強い女に統治を任せつつ自分は影の支配者みたいな。とりあえず女関係必須な気がする。自称天才で実際に天才ってところ意外に出ない。謙遜しないけど嫌味ではない。出しゃばりだけど実力が伴う。駆け引きはするけど悪意はない。なかなか絶妙なバランスの上に愛嬌がある。言うほど天才か。割と天才だったわ。習いや利用しようとしてた頃は悪い大人とかと思ったけど、そんなことはなかったぜ。ニックに対して邪魔な時ははっきり邪魔と言えるくらいには裏表ない。自称天才がガチの天才という割と珍しいやつ。ベルリ相手に先輩風吹かしてたり、憎めないシーンばっかじゃねえか最初から。多分自分の才能を誇示したいとかそういう感情はあったと思うのよね。でも守りたい存在ができたということと、本当にバカやってる連中見て大人になったんだと解釈してる。自分を誇示したいけど他人を支配したいとは思ってないからな。隣の大陸の大国と戦争したがってる親父に呆れた結果、異文化交流で相手を理解しようとする道を選んだ。わかってしまったな。っていう勝ち誇ったような自信満々なテンション好き。100点満点の回答。図星を突かれたロックパイは切れた。ロックパイとも見合いになった時、一発目は避けられたけど喧嘩知らないから、その後ボコられてミックに慰められてるのかわいい。中盤はなんか悪巧みしようとしてたところあったけど、天才は性質が戦士すぎる。はいはい、天才クリムって海賊部隊の人たちからは親父に乗せられてるお坊ちゃまみたいに思われてる説はあった。だんだん性格の良さにほだされていったんだろうな。自分の彼女が死にかけたらブレーキをかける程度には常識はあった。ちなみにアイーダに対する忠誠心は本物で、幼稚園からの幼馴染という設定がある。モンテイロとダハックで大暴れしてた分、ジャハナムの印象が薄い。トルピード使ってガチへこみしてるベルリに即フォロー入れる気遣いもできる。ベルリに敵対せず上司になろうとするムーブを徹底するあたり、マジで天才。じゃあ注意待遇でって言うと、じゃあ私は大尉っていうくらいにあざとい。悪人ではないけどまともな人ではない感じ。夢はあっても野望はないぐらいがちょうどいい。天才はマジでカラッとしてるから見てて気持ちいい。尊大な態度だけど、自分が失敗したと自覚したら冷静に分析する合理性を持っている。調子こいてるけど嫌味は言わないの、なかなか珍しいキャラだと思う。一旦姫様と離れたらあれはねえわと冷静になって、ミックと年頃になるなんて冷静で的確な判断なんだ。間違いなく死ぬと思ってた。静止のボーダーでタップダンスしてる感はある。はしゃいでるけどギリギリ戻ってこれてる。割と天才は人気だと思う。ジャベリンのお礼を言える人。ジャベリンありがとうねで、こいつそんな悪いやつじゃねえなという印象が根付いたので、見事な登場だった。自分の悪口は聞き逃さないほど地獄耳だが、特に根に持つことはない。一方でおだてられると調子に乗りやすく上機嫌になるところがある。白っ子と違って女に配置と出し戦場で守りきるからな。ミックはミックで戦場で割と調子に乗るから、やめてくれる天才とは本当にお似合いだと思う。類似キャラあんまいないと思うこの天才。強いて言うならコーラ？いや、なんか違うか。もともとあんまり地位にこだわってなかったけど、さらっと国も捨てられるのには参るね。兄弟とかいなかったんだろうか。いなくてもあの父親相手なら迷わないのか。TV アニメ当時は総監の娘と大統領の息子で、校舎がへりくだるのよくわからんかったけど、クレセント引き逃げとか最後の旅立ち方とか、姫様が館内でも無階級のゲスト扱いなのとか見ると、作中言われている以上に天才本人は父親との仲を切るつもりで軍人やってたのかな。思い切りが良い。そこまで思ってたかはわからないけど、軍人として父親からの信頼は厚いが、楽に父親に対しては不信感があった模様。ラライアさんそそのかしたりとか、白旗作戦でたまにやらかすことでバランス取ってる感じがある。
利用しようと思ってた節も多少はあるだろうけど、幼児対抗してたらライアに対する態度を見るに子供には優しいと思う。可愛い顔してるよな。絶対に女装シーンあると思ったのにな。天才？でもやられてばっかじゃん。自称天才のポンコツだな序盤。片落ち機やめたら急に強い。単純に天才にマシンスペック追いついてなかったんだよな。片落ち機でも強いよ。例のあの人が相手の時以外は。デレン戦が強すぎたのを話を追うほどに実感する。モンテイロも見栄えはいいんだけどね。いいマシン乗せたらなんとまあ普通にむちゃくちゃ強かった。ジャハナムでロックパイのガイトラッシュに一矢報いるのおかしくね。君たちとは力が死ぬぐらい激しく殺し合いしてしまったけど和解できたし何かキアジュニアとクリムの子供っていい友達になれそうな雰囲気なんだよな。夫妻って言い方だと変かもだが上の世代の因縁を子供に渡されたとしてそれに付き合うかはそいつら次第ってところはくんたら関係含めてある気はする。第一印象で既存の富のキャラに近いなと思ったのがジャブレイ君だった天才。ミックがいい女すぎるけど別に玉の輿って感じじゃないから好き。ミックは天才をちょっと年上目線で可愛いと思ってるけど天才にリードもしてもらいたいみたいな感じ。実際最上なのかはわからんけど。クリムはミックと肉体関係持ったの火遊びじゃなくて足手まといって意地悪な言い方だけどお前死なせたくないからこれ以上は戦わないって譲らなかったり子供が生まれたら異なる国の人々とも手を取り合える子になれるようにって考えてたり意外なほどに責任感や計画性がある。ブカウケハマー絶対に良いよこの天才。本人のベルリたちへの好感度の高さってのはあるけど中盤以降は仲間っていうよりは敵対しなかっただけって面はあるよね。もともとアメリア所属だったのに金星経由したメガファウナ組自体が第五の勢力みたいになってるからね。戦闘中に私は天才なんだよブヒャヒャヒャって笑ってるのが本当に天才だと思わないじゃん。手間は手間だったが移動ポットのダーマでこのダハックを運び込み4本のビームサーベルとブランダーを使いこなせば天才は天才だろう。結果一部機体破損したけど彼女はしっかり助けて敵は撃破。やっぱ天才だわ。ダハックのあの回転攻撃相手の攻撃にしても防御にしてもビーム関連の武装は全部無効化してバラバラに切り刻むの強すぎるんだけどあれはもともと想定されてた使い方なんだろうか。悪口言われても根に持たないしおだてるとわかりやすく調子に乗る。抜けててたまに失敗するけどめげないし反省もできる。能力そのものは間違いなく天才的。尊大な態度だけどちゃんとお礼も言えるふざけたような大げさな振る舞いはするけど相田に対する忠誠心はあるし幼馴染として大事に思ってる。Gレコで一番好きになったキャラだ。中盤まで微妙にヘナチョコなところがちらほらあったのも可愛い。クリムに対するネットの反応、いかがでしたでしょうか。自称天才と思ったら本当に天才だった件。実力的にも性格的にもかなり好感を持てるキャラかと。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。